あれ、セロ髪切った？と思ったらなんとマスクが。実はこれセロのたっての希望で大胆に特殊メイクしちゃおうってわけ。そして変身したのは完成！ヨボヨボのおじいちゃん。これでは誰もセロだと気づかない。ワクワクしながらおじいちゃんセロが向かったのは東京を走る都電。どうやらバレずに乗り込めたようです。この変装で一体どんないたずらをしてかそってのかな。おいおい、なんだこれ。大丈夫ですか。ちょっと眠いだけです。こちらのおじさん本気で心配してくれてますよ。おっと危ない。ですか。大丈夫です、大丈夫です。ちょっと眠たかっただけです先生。あ、そうなの。ならいいんだけどね。いや、それにしても随分変だよね。なんて言ってるうちにまともや斜めになりすぎです。いや、この人本当かしら。座んなさい。ちょっと飲み物ってここは電車の中だって。お茶ない。お茶、お茶、飲み物。すいません。あらあら、広告破いちゃったよ。でもそれただの紙。おじいちゃん飲めないんだってば。なんと本当のお茶が飛び出した。でさっきの広告は、お茶の写真が消えて真っ白。どうしてざわめくみんなをよそに白アンプリでゴクゴク。おじいちゃんセロの不思議ないたずら大成功。